すがや。ゆうきさん、いいね、ありがとうございます、ありがとう。そうだ、あのチャーミングトリップのインスタがちょっと前からサラピが更新するっていうのに変わって、これまではね、これまではねスタッフさんがやってくださってたんですけど、最近はサラピが写真、メンバーのチャートリメンバーの写真を撮って更新するというシステムに移行したんですけど、今日サラピが載せてくれてた、私を載せてくださってたので、ぜひご覧ください、ご覧ください。そう、アザトリンが載ってますので、サラピからもさっき LINE が来てたの、あれ、可愛いやつ載せたのでお知らせしといてください、できてたので了解ケロですって返しました。なのでお知らせしますお知らせさせていただきます。そう、ラムネ瓶を持った浴衣の私が乗ってます。コメントも待ってます。アッキーだ、大好きマンさん、セントントンさん、ありがとう、ありがとうございます。なんかすごい、私ここら辺が今かゆいんだけどえ、大丈夫かな、なんかお花、お花大丈夫かな、なんでだろう、ピンかな なんでだろうでも別に我慢できないかゆみじゃないけど、なんか当たってるからとかな。花粉症？それそうかな。よしひこさん、星10個ありがとうございます、ありがとう、ありがとう。幸せ、お花に囲まれてるの幸せ、お部屋が幸せ。今日はメールをいっぱい送りましたみんな見てくれた？メールを送った。今日はくだらないとまで時間があったので、いっぱいまったりと起きてメールを送ってしてました。お、嬉しいバグじゃないです。そう、生誕祭の日とかあんまりバタバタしてて詳しく送れなかったので送りました。短日植物、そう、あのアーカイブ見させていただいたんですけど、見させていただいたんですけど、私短日植物さ
なんかちょっと間違えてたよね。断熱植物私踊れましたとか言ってたんですけど、ちょっと間違えてたとこあったよね。ちょっと大反省。大反省。って思った。また機会があったら、ちょっと次は完璧に踊るので、待っててください。あ、気づかんかった？本当？本当気づかんかった？あ、気づかんの？じゃあ言わなきゃったらよかったかな。なんかこういうことなんか前もあったよね。私よくあるな。あ、気づかんかったん？え、じゃあ言わん。じゃあ言わんとこ。気づかんかったん？嘘。あ、そうか。ちょっとあったんですけど、個人的にはここ。あってとこがあったんですけど。言わないとこはあった。なかったことにしようと内緒内緒ね、ちょっと申し訳なかったけど嬉しかったです。一緒に短日植物できて、なんか前もあったよね。あとさ、やっぱあれだね、生誕のメンバーってめっちゃ映るんだね。なんか自分の去年の生誕の時、あ、なんかすごい久しぶりに見たらすごい私がめっちゃ映っててびっくりしちゃった。それはそうなのか、もうそれはそうなのか、なんかで見るからさ自分をだから自分がいっぱい映るから、すごいこんな、あ、こんなに映るんですかってなっちゃった。ツナさんありがとうございます。クマありがとう、ありがとう、ありがとう、え、そう、それで思ったのがやっぱりあれだった。私なんか多分あんまさ緊張してないです、意外と緊張しなくて自分でもびっくりしましたって言ってたじゃないですか。多分それもあるし、めっちゃ笑ってたから、ずっと笑顔だったからっていうのも、もうなんか顔がにやけちゃってたとかのもあって、だからもうちょっとね、なんか目見開いとけばよかったなって思った。もうちょっと目見開いとけばよかったかも。なんか普通にもうなんかリラックスした表情じゃなかった私。もうちょっとこうやってさってしとけばよかったかもしれんって思った。ってダンダンダン、開いとけばよかったかもしれない。夜よ僕を自然にするな。と思ったんですけど、あ、でもよかった、本当。よかった。自然の笑顔がよかった。ぜひアーカイブ今もう見れるので、 DMM さんでぜひぜひご覧ください、ご覧ください。そう、なんかさ、暗闇の時とか私結構普段の公演はすごい、なんだろう、割と気持ちを作ってやるんですけど、なんかなんか暗闇の時でさえなんか私笑ってた気がする。ちょっと反省、反省。すごいもうね、喜びが喜びが抑えられなかった、ごめんなさい。
反省した、反省した。そうだってさ、みんなさやかんってそうさやかコールしてくださって、あの防波堤のとことかさ、そうとか思いました。あとなんだろう、すごいね、毛先とかまでこうやって映されててさあすごいあ手だって思った。コールめちゃめちゃ聞こえてたよ、めちゃめちゃ聞こえてましたよ。大丈夫、みんな来てくださった方、コールしてくださった方、喉とか大丈夫かな。さやかりんの手好きですって。いやでも私は手は割と昔からコンプレックスなので、あ、あ、そんな手を映さないでって思いながら見てたありがとうございます。手はね、じゃ褒めてもらえる、昔から触った時は褒めてもらえるけど、指が短いとかは好きじゃないです。せっこ長男さん、めっちゃ可愛い、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございますそう、手は昔から言われる、もう小学生ぐらいから言われる。一番仲のいい良かったお友達に手だけちょうだいって言われてた怖いよね、手だけちょうだい何かずっとぬいぐるみみたいにして触っとくから、手だけちょうだい。ヘルマさん、めちゃ可愛い、ありがとうございますって私言ったっけ、言ったありがとうございます、え、言ったっけ、2回目、そうね、握手会が復活したら、じゃあでも同じこと言われたら怖い怖い怖い手だけくださいそれは怖いな。今ささっきウインクで思い出したけど、夏の好きはご用心の時、私そんなこんなウィンクしてたんだってなった。3回してたね、びっくりしちゃった、無意識でした、あんなしてたんだねウィンク、ちょっと張り切りすぎました。
話してたんだ。びっくり。どうだろう、普段はさ、しててもそのカメラで映ってないとかそういうこともあるのかな、わかんないけど、びっくりしちゃった見て。キスさんありがとう。お参拝でした。張り切っちゃったのかな。ああそうだと思ったのが、なんかマイケルさんと歌わいのところが何箇所かあって、あのマイケルさんすごい私の方を見ててくれてたのに、あの私気づいてなくて、それを配信で見ながら、ああ、私気づいてなかったです、ごめんなさいってなった。私も目を合わせたかったですってなりました。すごい見てくださってた、それ違いだった。あらあらあって思いながら、そうもったいないかった、せっかくマイキューさんと目を合わせれたチャンスだったのに。せっかく目を合わせれた貴重なチャンス、私はなんでこの人は気づいてないんだって思いました。ちょっとここで謝罪させてください。謝罪申し上げます。この度は私の意識不足によりこのような事態を招いてしまって大変申し訳ございませんでした。これからはもっと全ての角度を意識していろいろなことに気づけるように、もうこのような貴重な機会を逃さないように限ります。ゆずきちさん、タコありがとうございます。ありがとうございます そこまで気にせんでも。客席でマイキューと目が合ってた？ちょっとどういうこと？どういうこと？ずるいんだけど。ずるいんだけど。ちゃんとならよく目があった。私もあったし私も目あったし私もいっぱいあったし、ヘタレの時とか手つなぐし、うんアイコリと目あったよ。私今日もあったし私今日も話したし、今日一緒に帰ったし、うん面白いあ、ごめんなさい、取り乱しました負けたってリカちゃんからレッスンもらった？私同じ日に生誕祭したし今度ご飯行くし
ごめん、ちょっとごめんね、失礼いたしました、取り乱しました。何の話だったっけ何の話だったっけな面白い。さんからレスもらったらいいな。いいな、私もレス欲しいな。ここは張り合わん。私千代さんの LINE 知ってるけど、あ、連絡先知ってるけど。さんにお尻触られるけどあ、負けず嫌いかって言われてるああもうやめよう、だんだん負けず嫌いって言われる。やめてよ、マウント女王とかイメージ悪すぎ、イメージ悪いやん、イメージ悪い。なんかすごいさお花つけてさ、お花の中で配信してて、なんかすごいすごいハッピーな人みたいじゃないあ、それなんかハッピーなんか楽しそうだね、楽しそうだな。ちょっとこのハッピーな雰囲気で一緒にハッピーになりましょう。ハッピー配信、ヨーキャリンってなんか謎にゆらちゃんが私をヨーキャにしようとしてましたね。それも見た配信で , 笑っちゃった。私もね、陽キャってなんだ、陽キャってなんだ。あ、連絡先あ、連絡先のね、プロフィールみたい、プロフィールとかのやつが陽キャあれはね、いつのやつの話をしてるのかはわからないんですけど、多分あのみんなにもメールとかで送ったことあると思うんだけど、そのお友達と遊んだ時の写真をしてたの、そのプロフィール画像の、なんだろう、背景のみたいなホーム画面みたいなとこのやつにしてて、そのすごいなんかその友達がカラフルなお友達だったって言ってたんだけど、どの時の話だろうどの時の話だろうな。私カラフルなお友達カラフル友達そう、あの時の写真だったらしいです。いつのやつかわかる？
そう、それをしてたら陽キャと、それで陽キャと思われたらしい。レインボーなお友達いないんだけどな。そういう話ですね。多分 ST、 うん、みんなにも送ったことのある時の写真だと思うな。いつのやつだろう。じゃあ今度ちょっと陽キャっぽい写真でも撮りに行こうかな。ゆらちゃん、ゆらちゃんに向けて、何なんだろう陽キャっぽい写真って。何なんだろう、バーベキューとか。あ、サングラス、あ、いいね、海に行ってサングラスかけて。写真でも撮ろうかな。ナイトプール、ナイトプールに行ってサングラスかけて。もう取りに行こうかな。あ、星型のサングラスかけてね。でも一人で行くから写真だけ撮ってそそくさと帰るという。やだな、ナイトプールはやだな。まあ、プールとか海とかもうずっと行ってない気がする。あ、そうなん、連れがいないと陽キャ感が出ないの。ミルマさん、星10個ありがとうございます。ありがとう。確かに一人は、今考えたら一人は無理だ。一人は行くのはさ、あれあれよ、もう強すぎん。陽キャとか言う、陽キャとか言うより強くない。もうじゃん。あんまりわかんないけどね、陽キャとか陰キャとかね、わかんないよね。ないですよ、ないですよ。人はそれぞれのキャです。人はそれぞれのキャという。さやキャ、さやキャです。マッツさん、タコありがとうございます。タコありがとう、ありがとう、ありがとう。タコタコ、目が合う、見てるよ、見ているよ。
そろそろブログを書かないといけないっていうのをさっき思い出した。え、もう54分なの？早いよ。もうだってあと3日だ。あと3日で終わっちゃうね。ブログ書こうと。月末ブログの時期ですね。早くない？早くない？前回書いてからもう1ヶ月。もう来月はさ、もう来月の今頃、月末はもうツアー始まるからさ、この調子だとあっという間だね。ね、上半期がもうだって終わりだもんね。あー怖い、怖いよ、怖いよ。さっきさ、2023年なったくない？さっきなったよね、確か。あー怖いよ。なんで？そう、ホラーよ。え、どうしよう。ここ最近特にホラーホラーホラーじゃない、ホラー。これを毎回言ってるのも怖い。毎回言ってるのも怖い。毎月早いって言ってるのも怖いよね。そう、毎月言ってる。ということで、そろそろブログが上がるのでお楽しみに。明日書こう。明後日がね、チャートリ公演ですからね。よろしくお願いします。チャートリ公演いつぶりだろう。あ、もう3分前なんだ。3分前なんだ。テロップかー、こう。あ、そうだ、この後はクラコンがありますので、ぜひご覧ください。0時25分から。ハッピー感出した。ということで、壇上を読ませていただこうと思います。13位、 KKK16 さん、ありがとうございます。12位、鳥さんさん、ありがとうございます。11位、クリオネさん、ありがとうございます。10位、トラさん、ありがとうございます。9位、カズザさん、ありがとうございます。8位、ツナさん、ありがとうございます。7位、ヨシヒコさん、ありがとうございます。6位、セイコ長男さん、ありがとうございます。5位、ゆずきちさん、ありがとうございます。4位、翔一さん、ありがとうございます。3位、お疲れさん、ありがとうございます。2位、もやし生活さん、ありがとうございます。そして1位、ビルマさん、ありがとうございました。ありがとう、ありがとう。そして明日神社も行かなきゃ。小吉の方は炙りサーモンさんです。ファイトです。マッツさん、一光さん、タコありがとうございます。
ビルマさんも星ありがとう。タコ。ありがとうございました。ということで皆さん、今日も一日お疲れ様でした。自分を褒めてゆっくりとお休みください。おやすみなさい。お疲れ様でした。明日も頑張ってまいりましょう。インスタも見てね、クラコンも見てね。バイバーイ。またねー。